ドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の生放送はちょっとこのパーツがとかメーカーがとかのマイナー商品ほど音がいいとか品質いいよねっていう話しようかなと思います。今回ね、ちょっとお客様のタイミング、お客様が持ち込まれた楽器のタイミングでちょっと今回話しするんですけど、あの MEC っていうピックアップ知ってます？あのアクティブなんですけど、このね、ワーウィックとかには昔からついたんですけど、それがすごい良くて、確かね、MEC のピックアップの話も過去にしたことあるんだけど、確か少なかったかなって思ったんで、ちょっとこのタイミングで改めてしようかなと思います。今回はあのブログと YouTube 同時の、なんていうのかな、公開、まあ珍しいですけどね、まあなんか先にちょっと台本とか書いてて、で、こうやって話する内容なんですけど、結構面白いと思います。ちょっとこれ見ながら話していいですか？ちょっとそれ、先にこいつ書いてるから、ちょっとそれで。見ながら話しようと思いますけど、あの皆さんって例えば、まあ、楽器買うなりギター買うなりベース買うなりパーツ買うなりして何を参考にしてますかね。だからこれね、まあよくあるんだけど、なんか皆さんってみんなが使ってるもの使いますよね。これやっぱりなんだろうね、こういうまあ、知らなかったらみんなが使ってるものがいいもんなんだろうっていう判断するのか分かんないですけど、ちょっとそれだともったいないっすかねみたいな、いわゆるそこまで安くない値段払って買うわけですから、なんかもう少し深掘りしていろんな情報を探った方がいいんじゃねえのって思うんですよ。やっぱね、こういうのが、なんていうの、これはかなり極端な例なんだけど、例えば昔あった話で、なんかもうこっち特にやり取り何もないですよ。初めましての人が、まあ、うちのこの修理の内容としては、まあ、まずお客様がうちのホームページのお問い合わせフォームから、この問い合わせフォームでこの依頼内容といついつ来たいかっていう、そのやり取りするわけじゃないですか。でそんでいざ来た時にこのピックアップ、まあ、その内容も知ってるんですが、事前に予約の段階で例えばピックアップの交換したいってことで来て、初めての人がね、それでこの持ち込まれたこのピックアップが、これなんかネットですごくいいって聞いたんで、これ今回変えてみたいんですって言って持ってくるじゃないですか。でそれに関しては特に自分何も関与してないですけど、交換してみて、まあ、この場で鳴らすじゃないですか。そしたらね、こんな音なんですかみたいな、なんかいかにもなんか思ってたような音になってないみたいな感じね。それで、いや、こんな音になるんだったら買えなかったけどな、みたいな感じで、あれ、これってもしかして自分のせいって言われてることになってんのかな、みたいな。いや、みたいなね、そういうのがあったりとかしたんですけど、びっくりしちゃって、それ結構昔の話なんですけど、あれ、これってもしかしてこの人自分が悪いっていうことでなんか今話してんのかな、みたいな。いや、俺何も関係ねえぞ、みたいな感じで、あったりとかあったりするんですよ。だからね、でもこのピックアップでそれなりにするよね、みたいな。でその値段、まあ、自分知ってたからね、そのピックアップとか、その値段で、この値段をネット情報だけで買ったのみたいな、とかそういうのが結構日常で起こるんですよ。だから結構ね、まあ皆さんがちょっと自分、皆さんの情報も知らないから、例えばそういう時に何を参考にして買ってんですかってこと、なんかよかったらコメントに書いてほしいんですよ。だその辺も誰を参考にしてる、もしくはどこのサイトを参考にしてるとかね、もしかしたら何かしらのそういうネット記事があって、ここに書かれてることを参考にしてますっていう情報があるんだったら、あのコメント書いて教えてください。全然自分そういうの知らないんで、というより、あの自分ネット情報を見ても大体書かれてることがもうあまりにも的外れなこと多くて、これどっかの動画でも言ってますけど、あのピックアップとかそのパーツ交換する前に時間があれば、特に預かりの時って時間に余裕があるから、もうその場で交換して渡す時も調べられないですけど、預かってる時ってそのパーツを調べるんですよ。調べてその商品のレビューとか読んでから変えたりするんですけど、いや全然音ちげえじゃんとか、そのレビューに書いてある言葉全然ちげえじゃんってこと結構あるんですよね。これまあどっかの動画で話してますけど、だからね、あれなんか世間の思うこの書いてあるイメージと自分が感じてるイメージ全然ちげえなって思うんですよね。そもそもだってギター単体でも音変わりますし、セッティングでも音全然変えられるから、例えばこのピックアップああだこうだ、音がああだこうだって書いてるけど、いやそれセッティングによって全然変えきれるけどねとか、だからその乗っけるギターによって全然違うけどねってあるわけじゃないですか。だからね、すげえ的外れなんですよ。そのレビューを見てそれ判断して買うとか、もちろんね、中には本当にレビュー通りの音になったなっていうのもあるんですけど、
自分の体感ではレビューに書いてある通りになることの方が少ないので、あながちやっぱ世間と自分の、まあ、もちろんこれ経験値の差は全然あるからそれはしょうがないんだけど、それでもなんかすげえずれてるよなっていう。だからなんかその辺の情報もね、もう少し書いてる人が誰なのか言ってるやつが誰なのかっていうのも判断基準にちゃんと入れた方がいいですよ。もちろんね、これって結局使ってみる、最終的には使ってみると分かんないから、そういう意味ではもうしょうがないんですけど、実際自分の楽器に対してつけてみてちゃんとしたセッティングしないと分かんないってことは事実だから、だから試してみないことには分かんないってことは確実なんですよ。だからまあ確かにチャレンジしてみないと分かんないけど、ただね、そのなんていうの、金額、例えば数千円だったらちょっと勉強代じゃないけどもうチャレンジしてみようって思うけど、数万円のものを何もなんていうのかな、よく分かんないやつが書いた情報を頼りにして出す、なんかその数万円出してるって割にはなかなかすごいことしてるなって自分は感じますけどね。まあそれぐらい払う余裕があるんだなって思うんですけど、まあとはいえもったいなくないですかみたいな、それで失敗してっていう、だからもう少し確実な情報源っていうか情報収集した方がいいんじゃねえのっていう、そういう話もしたいと思います。でね、ちょっといいっすか なんて言おうとしたっけなっていう、ねあ、そうだからYouTube あのこれちょっともう台本ですこれだからね、なんか YouTube で〇〇について話してくださいっていう人いたりするんですけど、自分こういうのってファンレベルって言うんですよ。ファンレベル、いわゆるファンって言うじゃないと、この自分のことを好きな人ファンって言うんですけど、そのファンレベル低いなって言うんですけど、まあそれ悪口じゃないよあの絶対自信持っているけど、自分あのいろんな、もう今で407本目なんですよこの動画、音楽とか楽器に関するこの喋ってる詳しいこと喋ってる動画、これ407本目なんですよね。だからその中に絶対に言ってないことってないんですよ。絶対あなたが気になる何々について話してほしいっていうその単語とかで調べたら絶対それについて話してることあるから、そういうのもね見た上で言ってますかっていう、あ別に悪口じゃないよ本当に悪口じゃないけどただ聞かれると、あこの人多分調べて言ってないんだろうなみたいな、それ絶対どっかで言ってるはずだけどなと覚えたりするんですよ。あこの何とかについて話してくださいって言ったら、いやこれ結構自分いろんな動画で言ってるはずだけどなとかっていうね、だそういうのをファンレベル3とか4とかって言うんですけど例えば自分が言ったことを全て覚えてる人はファンレベル100とかそういう単語で言うんですけど、あファンレベル低いなっていう、うん、悪口じゃないよ悪口じゃないよっていう、ね、話です。でね、それでね、結構皆さん、そうさっきの話も一緒だけど、なんか自分と皆様でもうあまりにもこの情報のズレがでかすぎるから、だからあのプロとか、まあ、自分普段から言ってますけど、あのプロが使ってる機材をよく見た方がいいっすよ。だからなんかね、もちろんあのプロっつっても誰をプロとするかとか、あとプロって言ってももうすごい幅広すぎるんで、もう言っちゃえばもう自称プロも含めたらもうものすごい数いますから、だからあの判断難しいと思うんですけど、いわゆるね現場で活躍してるって言えばいいのかな、実際お金が発生して食えてるミュージシャンとかが使ってる機材とかパーツとか、もっとよく観察した方がいいんじゃないかなって思うんですよ。もちろんそんな人でもみんなが使ってるような有名な機材使っててもしますけど、あながちね、なんかその表に立つ時と裏方で使う時でなんかこの機材が限定的だよねとか、そういうのをねもっとねなんか疑うというか、もちろんこれでビジネスが絡んでるからダメとは言えないんですよ。正直ね、これも結局ただの商品ですから、だから別に騙すとかそういうわけじゃなくて、もうしょうがないかなって思うんですよ。やっぱこう物を売って利益を得て生活していくっていうそのシステムがもうできちゃってるんで、だからそういう意味では別にそれをまた選んで買ってるわけだから、そういう意味では別にここに対して悪いことって何一つ起きてないんですよね。ただ買う側が 安い値段でいいものが欲しいっていうちゃんとした具体的なこと、意見っていうか目的があるんだったら、じゃあそれに合わせて自分の目線を変えて、じゃあそれはどこにあるのか、どれがそうなのかっていうのを探し当てないといけないんですよ。だからそれに関してなんていうの、そこまですら至らないというか、だからなんていうのかな、
うん、まあ、もうこの段階でみんなが使ってるからじゃあこれがいいんだね、でもこんだけ高いけどしょうがないよねってそれ買って、うん、これそんなにまあ良くないっすよねみたいな良くないっすよねってあのね、一応このどっかの動画でも言ってるから言いますけど、やっぱあのこのまあそれ本人直接言わないっすよさすがに。例えばこうやって持ち込まれた楽器これ買ってきましたって言って値段いくらですってこう話して触ってみて、うーん、これこの値段でこれだったらもっと安くていいもの全然ありますけどねみたいな、別にそれさすがに言わないですよ、その普段のその何ともない会話でこんなこと言わないけど、聞かれたら答えちゃいますよね。この楽器ってどうですか、本当のこと言ってくださいなんて言われたら、うーん、まあそんなにこの値段考えたら良くないですかねみたいな、だから聞かれたら言うけど、あの、ま、さすがにね、一応客商売なんで、いきなり聞かれてもないのに、うん、この楽器良くないよね、なんて言えないですから、一応こっちも客商売としての意識はちゃんとありますから、相手が傷つくことなんて言わないし、相手が求めてるんだったら言うんですけどね、本当のこと言ってくださいって、こっちは本気でこの楽器のこと知りたいんでって聞いてくるんだったら答えますけど、さすがにね、そんな求めてもない人にいちいちこんなマイナスなこと言わないですから、そこはま、客商売として理解はしててくださいね。まあ、聞きたい人は聞いてくださいね、そしたら答えますんで、まあ、そういうのがあったりするわけですよ。だからそれをね、なんかなあ、で多いんですよそれが。だからなんか思ってるより皆さん本当に知らないのかなってことで今回の話するんですけど、なんか知らないっすかね、スタジオミュージシャンとかいわゆる表のアーティストじゃなくて、そのなんかのバックバンドにいる人とか、いろんな人たちの裏方でレコーディングに携わってる人とか、どっかなんか例えば3人とか2人とかのグループの後ろに必ずこんな人いるよねみたいな人の機材とか、まあ、そこまで行き着くのは確かにマイナーすぎるかなって思いますけど、そういう音楽で仕事取ってきてる人たちの機材っていうのをなんかよく見た方がいいと思うんですよね。だからそういうのを使ってるの見たら、意外と皆さんが使ってるような機材使ってなかったり、意外と結構もうマイナーな部品がついてたりとかしてて、思ってるよりみんなが選んでるような部品使ってなかったりとかするんですよね。もちろんこれ全員とは言わないですよ。ただ思ってるよりね、なんかその辺のいろんなのもっと深掘りしてったら、なんかあ、こんな部品あるのとか、あ、こんなメーカーいるのとか、多分結構気がつくと思います。こんなメーカー知らんかったなとか。でね、MEC の話戻るけどMEC ね、あれ EMG よりめっちゃいいんですよ。なんかね、 EMG があれでも EMG でも今安いんですよ。1個多分1万切るかな、モデルにしてはピックアップがね。 MEC は1個あれセットで2万だっけ、でもそれなりに高いので倍ぐらいするんですよ。だそういう意味では確かに値段張るけど、でしかも全然知られてないけど、EMG よりもっと上の、ね、あ、なんていうかな、姿勢のというか格言のバランスもすごくいいし、今回のワーウィック弾いてももう段違いだなって本当に思ったんですけど、やっぱなんかね、 MEC って なんであれ広がるんだろう。 それもそうなんだよ、疑問なのがいいものほど広がらないんですよ。だからあのこれもね、あの見てる人にあのぜひとも気をつけていただきたいって言ったらなんか変な言い方なんだけど、でも本当に正しく言ったらそうなんですよね。みんながいいものを探そうとするっていうか、いいものに行き着こうとするっていう意欲がないから、だからこの よくもなく高いものが売れ続けてるんですよ。これ別に あなたのせいですよっては言わないけど、ただみんながそうしてるから結局いいものがいつまでたっても有名にならないし、だからそのいいものが表に出てこないから、知ってる人だけが得をしてるっていう現状がもうできちゃってるんですよね。だそういうのを変えたいからこうやって発信してるのに、まあまあ拡散されないから結局それも結局変わんないんですよ、この今までの現状と。知ってる人はこういうのをもう昔から知ってるから、いいものを安くで使い続けて得をしてるけど、多くの人は別に 安くもなく、しかも高くてそんなに良くもない機材を使って、なんていうのかな、あ、そんな値段でこんなの買ったんですかみたいな感じになっちゃってるんですよね。だからそれをね、もう少しもう、まあ、別にそれでいいんだったらいいけど、もう高いじゃないですか普通に考えたら。3、40万とか50万とかの機材ってそれをね簡単に出せるほどのやっぱ余裕が皆さんにあるんだなって思うと、やっぱ楽器やってる人って金持ちなのかなって思っちゃいますよね。こんだけ自分だったらね、こんだけの値段払うんだったらめちゃくちゃ念入りに調べて、めちゃくちゃ念入りにいろんな楽器触った上で選びますけどね。
だって高いもん、3、40万で普通に考えたら。だからそれをね、なんか、3、40万でこれを買ったんですかみたいなね。だからね、なんか何回もループしちゃうから、もういいや、やめよう。ちょっと待って。でね、何を言うとしたっけ。だからね、スタジオミュージシャンとかが使うものって、意外とね、ヤマハだったり、ムーンだ、もちろん、これちょっと自分の感覚古いかもしんないけど、ただ、今でもそうじゃないかな。ムーンだったり、そのヤマハだったり、エキゾチックだったり、あと、あれ、サドウスキーだったりとか、知ってます？そのメーカーたち。多分ね、この段階でも知らないっていう人多いと思うんですよ。だからそれぐらい情報の格差があるんですよってのと、意外と部品とかパーツだったら、その EMG だったり、バルトリーニだったりとかね、これも多分下手したら知らない人もいると思うんですよ。だからそこら辺がね、もうこんだけ情報の格差があるんですよっていうね。だからこれをちょっと詳しく話しておきたいのが、情報って格差が出て当然なんですよ。なんでか、例えば YouTube だったら、そもそもこんな動画見てるあなたは本当に情報が強いです。これは確実に言えますね。そもそも普段からこんな、なんていうのかな、勉強になる動画って見てない人にはこんな動画表示されませんもん。だからどういうことかっていうと、普段からしょうもない動画ばっか見てたら、しょうもないこと、まあしょうもないって言ったら失礼だけど、結局笑いだけで何の中身もない、いわゆる勉強って何で、自分の人生に何の役にも立たない動画ばっか見てたら、そういう人生に役に立たない動画ばっかが関連に表示されるから、結局自分の知識っていうのが全く広がらないんですよ。だから成長しないっていう感じになっちゃうんですけど、普段から勉強動画ばっかり見てると、その勉強に関するまたプラスアルファの知識とか、それに近い存在の勉強動画とかどんどん出てくるから、そういうのをまた関連とかで見ていくうちに、だから自分の知識がどんどん増えていくんですよね。これ別に楽器に関係なく、普段のね、だからいろんな勉強とか自分のためになる情報とかを自分から探しに行ってる人には、 Google って Google とか YouTube の AI って優秀なんですよ。だからそれぐらいこの自分に合った、なんていうのかな、動画っていうか、意外と Google とかってなんか正義の味方っぽいところがあって、例えば検索とかでも、この人、この結局検索って困ってるから、この人の問題を解決するように Google が選んで表示させられるんですよね。この関連動画とかも YouTube も。だからこの人の問題に対して解決できそうな記事とか情報とか、あと人、だからこれらを全部ひっくるめて数値化して、この人にはこの人をぶつけたらめちゃめちゃいいことになるかもって判断した上で出てくるんですよ。だから結構ね、 Google の AI って頭いいんですよね、 YouTube も含め。だからこそこの人に合ったものっていうのを選んで出してくれるんですよ。だからこの人は単純に普段から笑いになる、面白ければいいって動画ばっかしか見てないから、この人に特化した動画とかを表示しようとか、この人勉強してて意欲が高いから、この人をもっともっとその意欲が高まるような勉強関連できる動画を出していこうって言って選んで出してくれるから、すごいなんか理にかなったことしてるんですよね。だから勉強する人はどんどん上行くし、勉強しない人はもうずっとこのままだから、それ格差が出て当然だよねっていう。だからそれ楽器にも言えることなんですよ。でそれらを多くの人がやらないから、それをまたやっぱ Google だったり YouTube とかも、結局データが少ない人にやっぱそういうなんか大勢のデータをもとに、あ、この人はその多くの人たちのデータがそもそも残ってあるから、この人もじゃあそんな感じなのかなって言って、この関連にそういうのが載せにくくなるから、だから結局なんていうのかな、大勢の人たちがさらに大勢を増やしていくみたいな感じに社会がもうなっちゃってるんですよね、このギターとかの関係にとらわれずにね。だからね、みんながより良いものを探し当てようとするその行動とか、それを知識を得る知識とかが増えていけば増えていくほど、その絶対数をまた AI とかがちゃんと判断してくれて、じゃあこういうのが選ばれてるから、じゃあこれをまた関連に表示させようとかって言って、結局みんながすることが結局同じような人を作っていくっていうことの、なんていうか、仕組み化されてるんですよね。だからそういうのも含めて、なんていうのかね、だから大多数の人の通りに世の中っていうか、このネット社会っていうんですかね、 Google とか YouTube のこの AI が判断する基準っていうのが成り立っちゃうんですよ。だからこそこの状況を変えたくて、いいものはいいものとして
すいません荷物来てましたなんて話だっけ、いいものはいいものとしてっていう言葉で覚えたんだけど、なんて言ったっけ、いいものはいいものとして途切れちゃったよこのタイミングで荷物来ちゃったからもう全然わかんなくなっちゃった。だからいいものはいいものとして探していく努力というか、だから今こうして見た人は気づいたわけじゃないですか、自分が言ったことに対して。まあここまで見てくれたらだけど、だからそういうことをちゃんと行動に移し替えていかないと、まあ自分も成長しないし、周りにもそういうなんていうのかな、だから結局連動しちゃうんですよ。自分個人の行動で終わればいいんだけど、やっぱそれをこの人のだから個人情報なんで結局筒抜けですからね、言うたらね。だって Google で調べたことなんて Google にこの人のアカウントがあるわけで、やっぱそういう情報ってやっぱ抜かれてますから、だからそういうのを結局データ、ビッグデータっていうか、その何ていうの、みんなが行動してるデータをもとに新しく入ってきた人を、じゃあこの人にはこういうことを検索として出した方がいいんじゃねえのみたいな感じで判断されて、結局みんなが同じような人間、同じような人間って変だな、同じような感じにしちゃうから、結局、本当にいいところに、なんていうか、行き着かない人ばっかなっちゃうよねっていう社会になっちゃってるから、そういうのを気づいた段階で変えてきませんかっていうことなんですよ。だからね、本当にいいものが売れてほしいんですよ。だからこういう部品だって別に自分に何ていうのかな、売れたら売れたでその手数料みたいなのが入るわけじゃないし、とはいえどうせ使うんだったら、どうせ大金払うんだったらいいものに使ってよって思うんですよ。だからなんかね、こんだけ高い金払ってこんなもんしか買わないって、なんかちょっともう自分的にはなんか残念だなって思うんですよね。もっと安くていいものなんてたくさんあるし、これいいよって昔から言ってるのに、なんでこれなのかな。もちろんね、有名だから、何て言うのかな、持ってるってだけでステータスっていうか、ブランドを身につけるっていうのって、何て言うのかな、分かる気がするんですよ。これが結局、何て言う、俺これこんな楽器使ってるぜとか、まあ、いわゆるファッションの一部みたいになってるから、まあ、あとはね、これ、まあ、結局本当かどうか知らない話ではありますけど、まあ、それ調べたら出てくるんで、例えばビル・ゲイツとか、まあ、世界の金持ちのビル・ゲイツがね、ビル・ゲイツってこのしてる時計が1000円の時計とか、使ってるスマホがもう数年前のもので古いスマホ壊れるまで使うとか、まあ、それ本当か分かんないよ、本当か分かんないけど、そういうのがあったりするんですよね。だって時計なんてそもそも別に時計が見れれば何でもいいから、別に安いのでいいしっていう考えだったり、別にスマホってもう現状使える機能はもう備えてやるから、もう今ってオーバースペックだから、はっきり言って値段が高くて高性能つったって別にこんなの必要ないよねとか、そもそもその機能を何に使うのって話で、別に壊れるまでだ、古いスマホでも別にこと足りんじゃんとか、だからなんかね、そういうのが調べると出てくるんですよ。金持ちの人が使ってるものみたいな感じで調べると、ビル・ゲイツって安い1000円の時計してたり、もう古いスマホずっと使い続けてるとか、だからそれがね、なんかこういう楽器とかでも言えることなのかなっていう。だからなんか俺金持ち貧乏人って言ったらなんかすごい言葉汚いんだけど、ただそういうなんか金持ちと貧乏人の違いみたいな本とか読んだらわかると思うんですけど、このファッションにすごい大金使ってるのが貧乏人みたいな感じで、別にバカにしてるわけじゃないけど、そういうのが出てくるんですよ、なんかこういう本で見たらね。だからそれとなんか近いのかなって思うんですよね。別にそういうね、なんていうのかな、ブランド品だからとか有名なものだからっていいわけじゃないんですよ。だからそこら辺分かった方がいいんじゃないかなって思いますけどね、さすがに。だからなんていうの、いや別にこれ楽器は関係ないんだけど、例えばブランド品って、例えば金持ちの人が身につけるからかっこいいんですよ。だから例えばなんていうの、バイト、普段コンビニバイトでフリーターで暮らしてる人がめちゃくちゃブランド品に身につけてて金持ちそうにしてて、その人がコンビニバイトで暮らしてるって分かったら、めっちゃ恥ずかしいとは言わないけど、なんか、なんていうのかな、イメージ良くないじゃないですか。うわ、こいつめっちゃ背伸びしてんじゃん、みたいな。だそんな感じになっちゃうんですよ。別に楽器に関しては、好き好きで使っていいと思うんだけど、よく分かんないで、高い楽器使って、なんか、SNS 上で、なんか、俺こんなの買ったぜ、ウェーイみたいなことやってたら結構恥ずいんで、それはちょっとやめた方がいいんじゃないかなって。それでも、安い楽器でめっちゃいい音出してる人の方がかっこいいから、でまたそれをやっぱなんていうか情報発信してる人は、あ、こんな安くてもいい楽器 でいい音が鳴らせられるんだとか、あ、じゃあこの楽器でついいんだってことが分かるから、
だそれを知ったんだったら情報発信しようぜって思うんですよね。だ多分いるでしょ、こういう中にも見てる人、安くてもいい楽器で仕事してたりとか、あ、まあまあ、アーティストの方だったら失礼して申し訳ないですけどでも本当のことだから言いますけど、だからね、この安くてもいい楽器知ってんだったら教えてよって思うんですよ、みんなに。だ情報発信しようよ、みんなで。だそういうのをね、例えば、まあ、もちろんね、エンドースとか組んでたらやっぱそっちの業者にはそっちの業者みたいな感じで連動しちゃうから、確かに下手なこと言えないのは分かりますよ、それはもう自分も承知してますけど、ただね、なんかあの別にいいものはいいよって言ってもいいんじゃないか。 もちろんそこに関してまたビジネスがひもづいてる可能性は全然あるけど、でもね、あの安い楽器がいいよっていうことに対しては別に恥ずかしくないと思いますけどね。自分の個人の感想では安くていい楽器を使ってそれで仕事してますよって人の方が全然かっこいいと思いますけどね。だって当たり前ですけど、高い値段払ったらいいものが買えるなんて当たり前じゃないですか。だってそれぐらい高い金払ってんだから。だからそう考えたら、こんな安い楽器でも仕事してますよって方が夢を与えてる感じしますけどね。なんか逆にね、こういうファンとか、このこれからのギターとかベース始めるキッズの人たちにすると、高い楽器してそれでこの楽器いいですよって言われたら、なんかあまりにも高望みしすぎっていうか、あ、こんな楽器使わないといけないんだとか、あ、これぐらいのレベルにならないとプロって難しいんだろうなって勘違いしちゃうから、やっぱそういう意味ではなんていうのかな、これからのこういうなんていうのプレイヤー層っていうか、これからこの楽器を始める層をなんかちょっと萎縮させる感じがするんですよね。だそこら辺も含めて自分発信したいんですよ。別に安い楽器でも問題ないし、別にかっこ悪くもないし、むしろかっこいいし、だから別に安くてもいい楽器っていっぱいあるし、そういうこと発信してますし、だからね、気づけよっていう気づけよっていう話です。あの話し忘れてることないかな。ね、その辺ももう言ったはずだけどね、言ったと思う。一応ブログとかにもあのこれ書いてるんで、もしよかったらあの見てください。だから最後にあの楽器機材に関しては、これもどっかの動画で言ったことまた同じこと言うんですけど、機材は、まあ、自分の感想ね、機材はどんなに良くても5割までだと思います。どんなに機材にお金かけて良くしたところで5割だと思います。残り5割は腕です。だからどういうことかというと、5割機材、5割腕です。だからね、あのこれこの場、いわゆる現場で見た方が分かりやすいんですよ。だって自分がこうやって楽器触るわけじゃないですか、修理とかで触った楽器で自分がまあ弾くじゃないですか。あ、この楽器こんな音なんだなって。でここにいるプロの人にこんな感じどうですかって言って、調整状態どうですかって渡すわけじゃないですか。そしたらセッティングも何も変えてない同じ楽器のはずなのに、え、この楽器こんな音なんのみたいな、意味わかります？自分が触って調整してこんな音かって言って判断した音と全く違うぐらいいい音で鳴らすんですよ。だってそこに関して音の変化っていうのは基本何もしてないわけで、全く同じ楽器で自分が思ってるも見ないような音をプロの人で鳴らすから、あ、これがこの5割なんだなって思ったんですよ。だからね、まあ自分正直プレイヤーじゃないから、この5割のその5割って正直使えてないと思うんですよね。だから自分の中でのいいっていうものはあくまで 50% しか出てないって思うんですよ。だってプロじゃないからね、その5割埋められるほどの腕は自分にないんで、そこをね、だから機材の良さとこの5割プロの腕の良さっていうのが加わると、うわ、こんな音なんだ、すげえみたいな、ビビったんですよ、マジで。この全く同じ機材なのに自分が弾いた音と全然違えじゃんみたいな。だからね、あの腕ですあの機材オタクの方には申し訳ないですが、そんなことで叩かれるの、叩かれた方が自分が宣伝になるんで叩いてくださいだからそれぐらいね、結局あの炎上商法とかじゃないけど、結局あの話題になったらなったりこっちが得するんで、何が正義ってか、何が良くて何がダメなのかって判断を見てる人が判断するから、別に炎上しようが別に自分は問題ないかなって。むしろなんていうの、そういうので炎上した方が自分の宣伝にはなるんで、まあ全然叩かれても問題はないです。まあ何が正しいかは見てる人が多分分かると思うんで。でだからね、あのね、でそれはまあ腕頑張れってその5割は、だからその機材を良くするところに努力するんじゃなくて、この楽器でどんだけいい音を鳴らすかっていう努力を頑張った方がいいよって話なのと、あとね、
なんだっけあとなんだっけそう引くこと引くこと引くこともちろん話ごっつで最後にまとめたいんだけど、あの楽器を良くする一番の改造は弾き続けることですからね。あのこれね根拠はないんだけど、ただ自分ギターとかベースたくさん作ってきてるから自分の言うこと信じてください。これだけは言います、信じてください。あの根拠は知らんけど弾いてったらギターが音良くなるのは確実です。だから例えばあのギター作りたての音とそれ弾き続けた1ヶ月の音って全然違うんですよ。だから確実に機材って成長するから、それによって引き続けられることによってやっぱ豊かな低音とか硬くない高音になってすごい身なじみのいいもう聞き心地がいい音になってくるんですよ。だからヴィンテージギターって音がいいんだよっていう、希少価値だからとかじゃなくて音がいいからって、それぐらいのなんていうのかな、人のなんていうのかな、入ってくる音っていうのかな、今の楽器って音硬くてやっぱ耳に刺さるじゃないですか。それと一緒ですよ。それぐらい人の体になんか自然に溶け込まない音っていうんですかね、それが新しい音なんで、それがだんだん良くなっていくんですよ。弾けば弾くほど、それに対する価値なんで。だからピカピカのヴィンテージギターなんて音良くないですから、これもう触って確認済みなんで、いろんなヴィンテージを持ってきてる人いますから、やっぱボロボロのものってのは音がいいです。それ確実です。でまあ状態悪いけどね、それの分。だからその辺も含め何を選ぶかっていうのもちゃんと理解した方がいいですよね。だからその辺もね、あの理解してください。というか弾くこと、改造を気にするんだったらまず上手くなってください。もちろん別にこれって個人のなんていうのかな、この好みとかもあるから、音とかって結局自分の好きなように改造すればいいんだけど、ただそこばっかりに注目するんじゃなくて、機材は機材で所詮5割前だから、そのなんていうのか、大体の機材って言うて 3,4 割調整出せるんですよ。残り1割を改造で埋めるみたいな感覚なんで、だその辺をね、なんか誤解しない方がいいんじゃないかなって思います。もちろんその弾く人にとってはその1割がでかい差だったりしますけどね。まあとはいえそれよりかも上手くなるためのここに使った方がいいんじゃねえのって自分は思いますけどね。まあそんなこと言ったら商売的になんか減っちゃったりするかもしれないけど、別に問題ないです、本当のことなんで。だからそういうのも含めね、だから正しい情報をちゃんと自分で探してこういう情報に行き着いてください。で知らない人のために拡散してください。自分だけで得しないでください。これを知ったんだったら拡散して、お礼、自分だこれに対する、まあお礼って言ったら変な言い方だけど、これに対してなんか感謝かなんかのお礼する気持ちがあるんだったら拡散してください、本当に。だからなんかね、それがなんていうのかな、この動画に対する敬意かなって思うんですよ。だから見るだけじゃなくて。はい、そんな感じでした。最後に言い忘れないかな。はい、終わり。ご清聴ありがとうございました。